こんにちは、たびたび出てきておりますけど、住処農業資材種苗部のですね、ジョーと言います。よろしくお願いいたします。私の方からですね、今この目の前に並んでるこのピンクの品種ですね、こちら3つについてですね、簡単にご説明させていただきたいかと思います。まずはじめにグレースライトピンクになります。まあ、こちらですね、早晩性がまあ非常に早くてですね、まあ、団地の冬栽培向けといった品種になります。で、花の色もですね、緑心のライトピンクといったところもありまして、非常に可愛らしい、花の色になっているかと思います。まあ、丈もしっかり伸びてくるような品種なので、まあ、ぜひ作っていただきたいというふうに思います。で、横の方に移っていきますけど、まあ、セレブピンク中世になります。で、まあ、こちらですね、まあ、品種化して、まあ、だいぶ時間は経ってきたような品種になりますけど、やっぱりこのセレブピンク中世のこの花色は、まあ、ある意味唯一無二かと思いますんで、市場さんの評価についても、まあ、昨今また評価されてきているような色になっておりますので、こちらのセレブピンク中世についても、どうぞよろしくお願いいたします。で、まあ、その隣になりますけど、セレブマドンナといった品種になります。まあ、こちらもですね、品種化して、まあ、結構時間経ってきているような品種ではあるかと思いますけど、まあ、非常にですね、まあ、竹も取れてきて、あとしっかりですね、花の色につきましても縁の方にこう濃ゆいピンクが乗ってくる独特の花の色をしております。まあ、非常にですね、まあ、アダルティーな花色かと思いますんで、私のようなですね、まあ、大人の男性の方にですね、まあ、しっかり作っていただきたいなというふうに思いますので、まあ、こちらのセレブマドンナについても、まあ、どうぞよろしくお願いいたします。以上で説明を終わらせてもらいます。